こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回はバラードの2回目ということで、前回は、このバラードのこの大きなフィールに関してとバスラとハイハットのインツーの感じを、この感じを、お話をしました。今回はこの倍転をやるということだったので、倍転っていうのは何かっていうと倍のテンポですね。倍のテンポにで倍のフィールの、要はスイングがこの上に乗っかるわけですが、ポイントはハイハットをしっかりちょうどいい位置に溜めれるかがどうか大事です。で、練習するときに一番大事なのは1小節ごとに練習で切り替えれるか。結構みんな不安定になるんですよ。ここを不安定にならないように練習をする、これがすごい大事です。この曲の、一番最初の1小節目はどちらかというと全音符なんですね。2小節目からこう入ってきますので、ちょっとやってみますね。で、1小節目はこうギターが結構溜めちゃってるんでリズム刻みにくいですから、なので練習するときはこんな感じでやってもらえばいいかな。まあ、ここバラード倍転、倍転はバスドラも倍になります。このようにバスドラムをこのどっちからどっちどっちと、このフィールにこういとも簡単にこう、これが結構みんなチグハグになるので、倍転になると速くなりすぎたり、半分になるとすごく遅くなりすぎたりとか、それが逆になってたりとかして、とにかくこうリズム感に全然乗れないままになっちゃうんですよ。これが普通に行ったり来たりするように練習していただけると、そうするとフィルインが倍転サイドの方のフィルインができるわけですよ。そうすると一小節目伸ばしますね。ここでリズムが出るので、ここバラードにしてて、例えばここを倍転する、倍転フィルから半分フィルから倍転、このようにいきなりバリエーションがものすごく増えます。急に3連に戻して半分にしたり、3連フィルから倍転のフィルに行ったりすると、倍転のフィルインって皆さんたくさん知ってるから、それそのまま使えるわけじゃないですか。ってなると行ったり来たりできるので、急にスピードが上がったりゆっくりになったり、これアドリブいろんなバラードを聞いてみてください。ギタリストは必ず倍転と半分行ったり来たりしますから。じゃあこれはこの間のボサノバの時とかと一緒で、これはそのリンクしなきゃいけないのかと、逆でいいんですよ。なのでこれ4種類できるでしょ。こっちが バラード、ベースもバラードみたいなね。で、こっちが倍転、ベースがバラード。倍転で、バラード倍転っていう4種類の組み合わせ。ギターも絡んでくると、もっともっと複雑になってくるわけですよ。ただ、進み方の速度は違うけれど、みんなで同じ方向のコードの終着点に向かってるっていうスタイルであれば、必ずこの終点が合ってれば、アンサンブル能力があるわけですね。だからフレーズは全部向こうにどこに向かうのかな、そこに、3連で来てるから俺も3連で行こうかな、ここは売店で行ってみんなの到着点ストンって落とそうかな、みたいな感じで考えています。なので売店のフィールとしては、前回やったこの大きいこのスピードのあるこの四分音符を感じているということ、
その四分音符に対して売店のフィルでも乗れるということ、この2つができるだけでかなりバラードって得意になると思います。細かいところの、こういうところはどこに着目してフィルインを入れてればいいかっていうのはまた別の教材でまた、作って、お知らせしようと思いますが、まずはこれでやってもらえば基本的なことは全部できると思います。ならば、ビル・エヴァンスの、ブルーイングリはこれ4倍速までいってます。ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォーというところまで4倍までいってるので、4倍速のシフトが全部できるともうかなりいろんなことができますよね。だから僕がさっき最初に言った高速ホビートとあんまり変わらないっていうのはそのレイヤーも必ず頭の中にあるんですね。なので倍のテンポ、さらに倍の4倍速のテンポまでをフィルで感じるようになると基本バラードってものすごく楽しくなります。だから自分は4倍速に行ってベースが2倍速に行っててギターは大きく乗ってるっていうアンサンブルとかいろんなものに行ったり来たりこう絡み合っていけて、で相手の着地地点を目指して頑張ればこうフレーズを作っていけば、そうするとものすごくこういろんなイメージが湧いてめちゃくちゃ面白くなると思います。なのでバラードってめちゃくちゃ面白い、ジャンルなのでぜひ練習していただけたらと思います。以上です。ありがとうございました。